グランプリ、ナッカン大会&肉グルメグランプリ&突破マルシェスタートいたします。 熊本県に住む熊谷拓と申します。よろしくお願いします。お願いします。今年はですね、何やらもう道路が非常にも整備されていて、だから去年よりもすごい記録が狙えるんじゃないかなと、そういうところを期体しておりまして、600万かかったって噂聞いてます。具体的な数字は言わなかった。あれ、ダメだ。そうなんですよね。ダメだ。俺も言わなかったんだから。だいぶ難関町も気合が入ってるということなんで。 ご紹介いただきました南関町長の佐藤でございます。本日は、イスワングランプリ熊本南関大会、南関町では2回目の開催になります。先ほど実行委員長ローカルもありました、東京からそして京都からいろんな所からご参加いただきまして誠にありがとうございます。後の一人っていうのが私が出るようにやります。よろしくお願いします。はい、町長、事務員室をこぎます。走ります。はい、町長。 35番でございます。町長、あの本当さっきギリギリまで悩まれて、で一昨日の飲みの席で OK しちゃったから出るようになったみたいです。で今日朝奥さんとなんで出るんだっていうので喧嘩しちゃったそうです。それでも出るという意気込み、素晴らしい。皆さん大きな拍手の方。 迎えました突破丸、一緒にお祝いしたいということで、お友達がお祝いに駆けつけてくれているんですよね。くまモン、コロくん、くまモンともう一人来るんですか。熊本サプライズ熊門隊隊長くまモンと、さきもりくろう隊隊長の南関町宮尾から来ました。石窯ピザカポック、チームカポックを作りました。今日若手さんに、若手といってもまあ30代、頑張りますんでよろしくお願いします。<笑><笑>東京都藤田拓大学です。東京に優勝カップ僕やるぞ。チーム国曜南関突破するぞ。 九州連協本協会、一生懸命頑張るぞ。安井正治&南関町長&ちょいちょい南関町を盛り上げるぞ。 KKT テレビタミンからやってまいりました、チームテレビタです。はい、優勝目指して頑張ります。よろしくお願いします。
ださいね。おでんさん、おでんさん。見てる方、水分補給してくださいね。これは確実に一作用になる天気ですよ、これ。皆さん、気をつけてください。ただしまい、選手の皆さんへ入場です。まだ素晴らしいね。
待て。それではまず第3位の発表です。
先陣やった D チームとの P チームは2017年第9戦ウスワングランプリ熊本難関大会においてこの難関なコースを見事なチームワークで駆け抜け3位を獲得されました。よってここにその栄誉を称えこれを称します。平成29年10月8日ウスワングランプリ難関大会実行委員会委員長北垣浩一郎。おめでとうございます。そして商品難関米30キロが贈られます。おお、軽々と抱えていただきました。第2位は天神屋さん A チーム。おめでとうございます。総回収数は100周でございます。100周超えました。表彰状、準優勝104周、天神アクターチーム A とのキーチームは2017年第9戦ウスワングランプリ熊本難関大会においてこの難関のコースを見事なチームワークで突き抜け準優勝を獲得されました。よってここにその栄誉を称えこれを表します。平成29年10月8日ウスワングランプリ難関大会実行委員会委員長北原浩一郎。おめでとうございます。おめでとうございます。そして2位のチーム天神アクターチーム A には難関米60キロが贈られます。おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。それではイスワングランプリ2017優勝のチームを発表します。木津川運輸。おめでとうございます。総回収数なんと110周でございます。記録が出ました。そうです、2位と6周の差をつけての優勝となりました。天神アクターの100もすごいすごいんですけれども、さらに上回って110周でございました。表彰状、優勝110周木津川運輸殿、キーチームは2017年第9戦ウスワングランプリ熊本難関大会においてこの難関なコースを見事なチームワークで駆け抜け優勝を獲得されました。よってここにその栄誉を称えこれを称します。平成29年10月8日ウスワングランプリ難関大会実行委員会委員長北中浩一郎。おめでとうございます。おめでとうございます。優勝に輝きました木津川運輸チームには難関米90キロが贈られます。今年はもう一つございます。豊後オフィス家具メーカー国用様より10万円の椅子が贈られます。最高です。もう10万円に座った感想最高です。王者の椅子ですから。これは本当ですね。いや素晴らしい。お気持ちはいかがですか。立ち上がるのは嫌になります。立ち上がるのは嫌になる。このまま押していってもらいましょうかね。京都まで。もういいです。今日はもういいです。シャンパンファイト椅子か。よいしょ。